毎度ヤンのゲームチャンネルです。ということで本日もおっと来ましたね、牛星の方ですね。打率がほとんど変わらないというよりかは僕の方が上回っていて、防御率が低いですね。相手僕バンバン打たれるんで、バンバン打っていきたいと思います。ということで最後までご視聴お願いします。当然先頭バッターは村林ですね。相手がアニバーサリー、あ違いますね、1個前の段階のやつですね、シーズン1の方ですね。はい、当たり前のセンター前ヒット、さあ由伸降格出たよ。まあ相手外角フォークスプリットを使うわけですかね、多分ですけど、一応内角ストレートはっ、うわーずれたね。さあアーティスト降格特殊出ました。ということで外角のフォークスプリットを確認しながら、おっしゃー、来たんちゃう、うわー手前か、惜しい。まあ、ナイバッティ。さあ、掛布さん、ここでアーティストですね。パワーが、おっと、相手、ピッチャー変えるんか、はい、や、うわ、切った、福さん。僕、実は福さん、めっちゃ得意なんですよ。何が得意か言うたら、知らん。このフォークの落ち幅、ちょっと確認しなあかんですね。あと、ストレートとツーシームの見極めですかね。さあ、次、何を投げてくるのか。あー、危ない、全身守備されてなかった。確実取られてましたね、今。さあここで村上さんですね、まあアーティストと広角つかんかったけど、まあ頑張って飛ばしていきたいと思います。おっしゃ来たんちゃう、おっとおいっしょ入った、ナイス。この先制打でかい、先制打でかい。さあここでビッグフライ、まさかさっ入れ、うわー風やね、完全に風やね、今の風が逆でしたね。逆の意味がよくわからんけど決まってる、今日完全にやばい、2者連続はえぐい。ここで点差開けるのはだいぶでかい。あうわっそう、はい、おいしょー、このフォークねちょっとね打ちづらいんですよね、僕ちょっとしか落ち幅ないから、いつかのなんか打ち上げそうな気しか しないんですよね。ってことで落合さん投入。さあワンエンドワンですね。いやーこれなんよ、ほんまにこれなんよ、なんで打ち上げるかな、分かってたんやけどな。ここのフォーク落として入れ、あーギリボールやな、で同じところここツーシーム、はい完璧、ベストピッチ、はい決まった。いやまあさすが急性っていう感じですね。まあホームラン打たれて当たり前ですかね、そもそもなんか0点で抑えることでまず不可能ですからね。はい、ということでまあツーシーム投げて、うわーまあ秒見たで、ツーシームないか、これ多分相手ツーシームやと思って振ってくれる、あー外れすぎやわ。まあここでカットボールで逃がして、オッケーナイス、振ってくれた、ここの、そしてツーシーム、はい決まりました。えーマジか、おー危ねー。でここの甘めのフォークボール、オッケーナイス。今の落ち幅多分相手分かってなかったっすね、絶対迷った。おっと石川さん来ましたね、福さんの方が良かったな。でもまあスタミナなかったですからね、福さん自体。まあ石川さんはまあ高速シンカーとシンカーの見極めですね。あーオッケー、はいはい、曲がり幅がねちょっと大きいですね、シンカー。おっしゃー、あーパワー不足、完全にパワー不足。さあ頼む、打ってくれ、おっしゃー、うわ早いか、いやーちっちゃいのな、オッケー、わあまあ見えてきたぞ、集中、オッケー、ナイス選球眼、来た、ナイスバッティ、160m 飛びましたね今。さあここで追加点もっと欲しいところ、ちょっと相手急性なんで怖い、おいしょ、入れ、あー出前か、惜しい。さあワンワン、いやーくっそー、まああそこのシュート打ちづらいっすね。さあここ集中、おっしゃセンター前、ナイス、危なー今のナイス、マジであと2点でコールドっすね。さあここでビッグライ松坂さんがやってくれるはず、いやービッグライセカンド、うま、取り方すごいな今の、いやー投げても結構打ってきますね。まあここのカットボールで、あーうまいな、流すうまいな、やっぱりここでツーストライク追い込んで、この内角のストレート、いやー制球悪いってほんまに、何投げたいねん、とりあえず当てすら、あー
ジで。そしてここのストレート、このベストピッチ、あ、いい球、オッケー、ナイス、今のめっちゃいい球。ああいうのは狙いたいよね、千賀選手は。そしたら内角のホークスちょっと高めに投げてボール球でいい。うわ入った、危なー、マジで危なかった今の。今のボール球にいいんですよ。さあここで満塁で、もう見せどころっすね、ここは。腕の見せどころってことで、内角のカットボールからまず入ります。まず逃がして、あ、オッケーオッケー、逃がして、でここでフォークボール、きっとツーシームやと思ってる。あー今のちょっとこれボールすぎるな。まあとりあえずストレートでこうキワキワ攻める。うわー危な、危な、結構狙ってるけど次もツーシーム、多分相手フォークやと思ってる。おっしゃ、引っ張る警戒し終わった。対戦ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。